グリブネ everybody how's going どうも皆さんこんばんはあ吉本新劇の森田信也です、えー、現在夜の9時30分大阪各線、えー、地下鉄各線豊馬駅24番出口を上がったところからまあそれなりに歩いたところにございますユースチュームスタジオカフェ大阪より生放送でお送りいたします題して森田信也はおめでとうございます、えー、今日もたくさんの方に見に来ていただきました誠にありがとうございます。 えー、この番組はですね、吉本新喜劇でニッ頑張っております、私、森田信ベーション、毎回、新喜劇内外問わず、いろんなところからですね、えー、パートナーをお迎えして、グローバル情報から半径20センチでの小さな話題までを、皆様にお届けする、バラエティに富んだ1時間となってございます。ということで、この番組は、お金が出稼ぐ方法を学べます。G3 と、えー、未来のプロジェクター、シーザー,、えー、そして、えー、地下鉄御堂水線、昭和町駅、一番出口を上がったところにございます、住昭岸本という焼き鳥屋さん。

電話番号出てますが、えー、ぜひともですね、予約をして行っていただきたいなと思います。えー、ただですね、えー、この番組を見たよとお言っていただきましたら、えー、何らかのサービスが受けれるはずなんでございますけれども、えー、前回前々回と申しております、えー、店の店主がですね、ただいま骨折で療養中でございますので、えー、おそらく誰も対応ができないと思いますので、えー、ただただあのお食事をして行ってください。<laughs> サービス目当てでなくね、美味しいお店なので。 ね、ぜひともおいしい、えー、焼き鳥をお目当てに行っていただきたいなと思いますでもし、えー、全治3ヶ月とか言われてましたからもし万が一大将が店で焼き鳥を焼いてるようなことがあったとしたら、えー、やめてくださいって言ってください <laughs> 家で帰って休んでくださいって声をかけてください、えー、その優しさを皆さんに求めます、えー そんなわけでございまして、えー、そしてですね、ただいま、僕は、えー、乗務員募集中でございます、産後タクシーグループ、えー、でございます、そしてですね、中古車のことなら、こちら、森口市にございます、COS、カーオリジナルサービス、えー、さんの、以上の提供でお送りいたします、えー、ね、昨日がまあまあ台風でございまして、台風一過ということでございましてね、 え皆様大変な思いをされた方も多いかと思いますけどもえ私は私ですねえ家に帰りましたらまだそれほど雨が強くなってなかったんでございますけどもえ何時に帰ってくるんだとまあまあ嫁に聞かれましてね「何時です」って言ったら「分かりました」っていうのでおでそらく何かしらのものをですね作って待ってくれてるんだなと思ったんですがえー土砂降りの中 チラチラと外を見出しこの雨やったらいけるなと言って、えー、えげつない暴風雨の中飲みに行かされました、えー、まあまあそんな嫁と生活してるんでございますけども、えー、先日からですね、えー、恥ずかしいんですけれども、えー、どういうわけか知らないんですが、えー、肛門からですね、えーまあ、お食事中の方すいませんただあの肛門からちょっと変な汁が漏れてくるようになりまして。 でもあまりにも恥ずかしいんですけれどもちょっとパンツにちょっとシミがつくみたいな状況になりましてですねでもうこれはちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど嫁はんが何かしらあ変な異変に気付いたのかどないしたんやっていうことで、まあ、あの洗濯を珍しくする嫁が「これ何あんた?」みたいなことで言われましてですね「いや実は数日ぐらい前から、えー、こんな状況になってるんです」ということを嫁に伝えましたら。 ということでございまして、えー、私の下着にですね織物シートをつけられました、えー、私今織物シートをついてございます、えー、そんな状況で配信させていただきますが、えー、吉本新喜劇で織物シートといえばこの方、えー、今日は織物シート研究家でもございます、えー、太田義信さんをお呼びしたいと思いますどうぞ

物シート死にすいやいやいやすいませんね本当にすごい衝撃的なお前告白から始まったな久しぶりでございます久しぶり半年ぶりでございます半年ももうもうちょ半年ちょっと超えてます前回3月の11日でございまして311私のあのあまりにも熱い気持ちのローリングストーンズの話をですねそうよストーンズ研究家として聞いていただきましていや違う違う研究家ちゃうねんお前全然お前本当に 知識ゼロのままお前のなんかもうぐだぐだしたお前ストーンズのお前ストーンズのお話聞いていただきましてね本当にありがとうございますねもうやめてな今日はあのやっぱり嫁出演させないとって早速コメントいただいてますねなんで俺ははいあの俺はいやそう大谷さんに来ていただかないとダメなんですよそれはねそうやろどうしてもねどういうわけかじゃないですけどゴンゴン来るやんあのゲストね あのー、え今回のゲストは嫁ってもうこの間言ったんですよ、嫁絶対出ませんと、それはねねもう素人ですから、ね、この番組が終わるということであれば、うん、そういうことが決まった時にはちょっとね覆、はい、面でもかぶせて出ることあるかもしれませんけども、<laughs> 基本的に出ることはありませんは言ったんです、それなのにまだなお嫁さんをゲストにみたいなことをコメントをツイッターとかで,、えーまあ、でいいですか、本当に。 まあの嫁が出る時はこの番組が終わる時かもしくは嫁が僕に内緒で吉本慎吾のオーディションを受けて通った場合だけですからそういう奇跡が起こらない限り嫁はんが出ることないですからねすいませんもう二度とあのツイートを僕に対してするのやめてください声を大にして言うてますけどもね森田君がねあとまああのこの番組ですね皆様のご意見ご感想で成り立っている部分もございますのでぜひとも私に対する質問太田さん に対対すするる質質問問何でも結構でございます「ハッシュタグノブモーリー」とねつけていただきましてつぶやいていただきましてこちらのほうに反映された分であっこれは答えられるなという範囲でねああそうですね早速そんな研究してたのというコメントいただきましね織物シートの研究してないわおい違う違うじゃローリング・ストーンズ」もちゃうから研究家ではないいやもうねあのこんなやですけど ままあまあ私事って本当に恐縮なんでございますけども出るんですねああいうものが、はい、い,い,いやほんまもうほんま食事されてる方が見てたらマジで激怒される感じじゃないですか、はい、本当にねえ何が出んの何が出んのあのですね何かが全く分からないんですで知るっていうとあの正直ですね出るようになったきっかけがありましてあなたもご存知水玉レッフーさんのスペシャルコントというのがあるんです <laughs> はい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  水玉さんのね、スペシャルコントっていうのがあるんです。はい、あい、い出てますね。これであのー、まあ、あの見た方と、まあ、見てない方がおられるので、はい、ネタばらしになるので、あまり説明はできません。けどそうですね。はい、えー、お尻を異様に切られるシーンがあるんです。<laughs> そうです。もう。あるんです。それはもう、本当に、えっ、ー、と、初めはね、結構、こう、気を使っておられて。はい。えー、検査もこう、ぱって、今日、気、気を使っておられたんですけども。 なんで音が鳴らないといけないからって言ってちょっとまあ段ボールみたいなものをあ、ねね、てがって防御してるんです、それはですねどういうわけか知らないですけども、うんえー、最近、その、まあ、ダンサーの方と一緒にやるコントなんですけど、はい、そのダンサーの方がちょっと空手なのかな,なんかマンシャルーズの上がりの方で蹴りはですね親指を足の親指をちょっとひとこう絡めるといい蹴りになりますよみたいな。 ななるるほど,なるほどケンさんにアドバイスしてたんやあなたもご存知ですけどテスト操業をされてるってことは知っとあしてますでもこう,こうね食って、はい、ってやるはい、はい、でそれを教えてもらったらしいんですよはいでそれを僕に実践してはったらしいんですよ <laughs> それ <laughs> なんかどうもね <laughs> その終わった後からなんかすごい汗ばんでたんですよお尻が<ー>でもよくあったんですよパンツがなんか汗で濡れてるとかっていうのは、はい、よく自転車とかいえてたかしらよくあったので普通のことやと思ったんですよただなぜか知らないですけど、うん、その洗ったパンツのシミがなんか取れなくなってるんですよ<笑><笑>あれとちょっと待ってお前すごい告白するやんのっけから5分経ってないで <laughs> <laughs> でもうあのー、こうなんですけど、うん 肛門がグズグズなんですよ。ははははは。でも、でも、森さん。水溜りのけんさんの蹴りのおかげというかわからないですよ。いや、僕もね、結構蹴られてますよ。あれね、王子さんもやられてますから。けんさんが、まあまずまあ蹴る前に、まず聞いてきたんですよ。一番最初にね。ほんと闘技やってるよな。あー、ちょっとやってます。ん。で、終わったよ。 これ来るな思ってはいもあのダンボールをお尻にね入れてこう音がパンって鳴るようになるようにねいろんなしたんですけどもうあまりに痛くてはい僕二重にしたんですよあっダンボールをダンボール二重にもう明らかおかしい形になってるんですよお尻がねはいはいはいなんかもうロボロボットみたいな。なかてるもう角ばってますねそうそう角ばってもう滑らかなこの曲線ないお尻角ばって持ってるんですけどそれぐらい痛いんですよケンさんの蹴りが痛い あれもう思いっきりいってるでしょ言ってますだからもうあのこのね柔らかい部分にカーンっていったら、はい、ま,あまだ耐えれるんですけど、はい、たまにこうケネンさんがずれてお尻のこのサイドを巻き込む時あるんですよはい,はい,はい、はい、あん時がもう耐えれないですねはあ巻き込みね巻き込み事故 <laughs> いやいやそれをそう言うかもおいやい巻き込み事故ね巻き込み事故のでそう僕はです なんかうまいことフィッティングしてなかったんですよダンダンボールがあ、なるほどお尻にねはいでお尻にダンボールを挟んでる時もはまだあれですけどそのダンボールまあいやこういうお尻でこうくぼみありますやんうんうんあるあるほんで板状のものがこうまあまあダンボールこうありますよまあまあ俺がやろうかこここうこういやここを押してもらうといいですこれがダンボールですねお尻こういう風に当たってるわけですよねほならこっから蹴られるわけですよそうですねそしたらこの隙間にね空気溜まってんですよ この空気が肛門にスポンって入ってくるんです。わかります？ここのこの溝にこのデルタ地帯にある空気が肛門を通してソッて入ってくるんですよ。えげつないあのエアプレッシャーによって蹴りのこうくるから。ああなああなるほどね。わかります？こここれこの時あもう一回やってもう一回やって。ここここここです肛門が。おかしいなそれそれわかります。いやいやいや。ケンさん蹴ります。こうこうこう持てここ。 こここおかしいないでこれ <laughs> こうならん,んよこれ普通の人間はいやチャンスもうとんでもない脚力ですから <laughs> いやそれは受けてるから俺も分かるよ分かるでしょわ、うん、かるわかるもうそれなんですよもうだからこここれ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 どうなってよお前これい<や>引き裂かれてるよねこの作用やったんですよほんでなんかバン蹴てや時にへっと思ったら かしなぜすけど前が痛かったんですよお尻切られてんのにえ股間が痛かった股間がえなんでなんか入ってきたんですだからもう空気がボ<や>ンとはっと思ってもうもう盛るのやめよう盛ってるやろ今盛ってないんです何か見せましょうかあいいいいいいもういいよどれほどのコーナもいや,いや,も,ういやもう折り物シートも絶対あかんよ見せたらこんなところでお前見てる人おんのに ご飯食べてる方いらっしゃるかもしれんやんけまだまああのね美味しいおかずになればなと思ってら、ね、いならへんお前やめとけお前もう怒られんぞただね本当にねあるそんなこといやそっからなんです私の、うん、そのそなんつうか 肛門ぐずぐず人生と言いますかねそのぐずぐずまだ間もないんやろそれなってまだ間もだって先週ですからそうやろはいやってたな先週いやね先週やらしてもらっててね見てた見てたほんもうパッとなってあれなんかおかしいなと思ったんすよほんな汗かいてるんやと思ったんすけどなんか汗やと思ってパッて言うてだってあれやってるやんじゃあもう ななお前もう俺の時だけさ <laughs> 話題さそんなんにしてない <laughs> 前もさ「ローリング・ストーンズ」の話<え>延々1時間の間もう半分以上撮っててさ今回ももうのっけから振ってたやん俺も出てくる前に何の話してんねえと思う違います本当にだからこの痛みはお互い分かる話だ,っただっいや,いや痛みは分かるけど、うん、お尻のその内部の話はさ <laughs> やめてくれへんかな俺がゲストの時にわざとお前それいや違います違うた,、ま、たまたま偶然ナの時そんなことしたかお前いやその時僕がもし肌を忘れたらその話になってましたよそらほんまほんまですほんマです僕たまたま偶然今日織物シートがついてるだけで <laughs> 別に常日頃織物シートをつけてるわけじゃないんです奥さんの知恵でねそうでつけてるわけって聞いたけどんなんで匂うねんお前んでいやだって汗かいてるから いやいや汗は汗は思ったんすよでもなんか汗にしてはちょっとだけなんか多いなっていう多い日も安心いや違うんすねいやいやいやなんかちょっと汗でまあ言うてもさらさらっとしてますやんまあまあなんかねじっとしてんなと思ったんすよいやいやもうそれちょっと待ってこうやってやったらちょっと待ってち待って待ってお前死ぬじゃないやんちゃいますねいやもう漏らしてるやんいやもう言えってもう一つだけ言うていいですか全然その類の匂いじゃないんです でも今お前におってあれって言うたやんいやちゃうんですよこれパッと匂ううときに<え>あのこうなんですけど前から出るものと同じ匂いしたんですよだからええ体内の分泌液いわゆる分かりますえっア,アンモニアがアンモニアじゃないんですアンモニアです、もいですやっと出てきたあの…やつと同じ匂いするんです <laughs> やっと 分かりました今の,よ今のでようやく分かったまあなぜ織物シートっていう発言だけを包み隠さずこんだけ言ってなぜこのことを包み隠したかよく分からないですけど <laughs> <う>、ね、あまりちょっとこれだけは男性のねあれねうんと同じにうにしたんですよ、うん、えっ、ー、そんなんがお前門から出んのんなんか刑務所に1日体験で追ってうんその いたら <laughs> <laughs> 掘られたみたいな感覚で <laughs> まあなあ、はあ、確かにそういう人おるって聞くけどなはあ、はあ、噂でもうそこで回された後 <laughs> グズグズなった状態で放り出回された言うの放り出されたんじゃないかっていうぐらいのえっ、ー、と思ってもうそのさ蹴りの風圧でその体内のこの肛門のところとはい。

いやいやもうガクガクすな <laughs> ちょっと待ってよ <laughs> <laughs> だからもう流出してんじゃんもうその言うたら中のその元気なその森田信吉のおやじと息子さんがもう「<laughs> ちょっと待って<ー>」って出てきた「あれちょっと待って」ってことにここうみたいなわ」って出てきたらってことは待ってくださいよこれからですよ私は、うん、あの僕がなぜかお尻後ろけど前痛いっていうあの痛みを覚えてからですよそうそう前が痛いってことはもうその直結 しちちゃゃったんちゃうから <laughs> 私は今後「射精をケツからすると <laughs> い」いう言うちゃったよもうお前は <laughs> ちょっと待ってくださいよ,よリアルに言うなよいやだからその可能性だってさそんなことで今までの経験とか噂で聞いたことないやんでもそれ誰かにですよ <うん S 2> 私がそれをやってる時にですよう <ん S 2> もうはあってなった時に パパってこうティッシュ取ってケツ拭いてたら、うん、こいつとんでもねえとこでクソしてるやがるやんってなるんじゃないんですかそうかもしれんよだからもうおいじいちん見たらつ繋がっとんねこれみたいな <laughs> レントゲン取って <laughs> どうしよう,うーーこれ手術むずいわ言うてもう終わりだー <laughs> いやお前がそんな話するからそんな話になるやんちょっと同じような境遇の人いませんおらんわ <laughs> 校門から聞いたことないって噂でもだから今までの俺の人生33年間の中で33年でしょ、うん、65年ぐらい生きてはる人多分おらてから聞いてはる人おらんおらんおらこれ地上波で放送してほしい無理やろ無理や九9割9分下ネタや今まで、はい まだ始まっって何分経から食事できないっていう手がはる人に関してはこんな時間に食事する人が悪いって言っておりますよお前が悪いわ本当にもうこの時間帯で飯食ってる人多いだろこっちは一大事なんですから <laughs> いやでもそれはでもほんまにそのなんていうん肛門科の先生に、はい、一回相談してみてもい,い,いやだってそんなことまずないやんないですそうやろでもし万が一俺の理論が通ってたら俺ほんまえげつないで。 僕今まで考えてなかったそれそうやろだってそんなことだっ,てないもんだって考えてちょっとなんかあ面白い話なるかなと思って、うん、あの話しても全然ウケへんかったんですよ <laughs> <laughs> あそうなん <laughs> <と>心みたいやなあなんか逆にそ,のそんなことは起こらへんって考えてたんですよねあああ、まあ、でも<な>今の話聞いたらそりゃ笑われへんわ <laughs> そうやろつながってんねんもうええー あるんですかこんなこと、はい、ちょっとどなたかお医者様おられませんか医学的に監視に詳しい方おられませんか肛門検査されたらいやいいほら言うてるやんファンの方も肛門検査したらええね、まあ、でも前も後ろもつながってるからねって あでもあのリアル水玉コント今度観察してみたいいや観察はいらないですけどねそうね水玉も見に来ていただけたら面白いコントではあるんですけどねいや思い切り蹴られるのは僕もすごいあの悶絶してあの10秒ぐらい声でんかった時あったんですよはいもうあの腰砕けそうないや本当にねうんなってあのすごいエビゾリなんてで10秒どうしたオタどうしたオタって秋さんが言うねんけどいやもうこれ声ならへんわと思って パクパク言ってたけど <laughs> ほんまにそれぐらい痛いんですよほんとにさんのリり、はい、まあ太田さんもだから今後また僕のような症状になって <laughs> いや繋がりたないわお前 <laughs>、はい、あれとかって言いたないもんこうやってでもその時は思ってくださいよ繋がったんだと思ってください <laughs> いやいやもう僕とも繋がりましたけどいやどういうことやねんお前、はい、そんなんで繋がりたない何ともやねん <laughs> いやでもあのいろいろ女性って大変なんだなって思いましたなんで何の話しから要いその 変な話ですけど、うん、パンツに何かがついてるっていう状況はもうあままり感じじなないじゃないゃですか、うん、まあ僕ら男性はね、ものすごい違和感と常に戦っておられるんだなと女性は。あ,ねまああ、あそそのの、ね、まりますよね、もう大変だなと思って本切に思う実はですね、うん、嫁はんのやつを、うん、話題変えへん <laughs> お前さ、ほんまこのまま突っ切る気やろ、俺今、<laughs> 思うたけど、あ、帰んねやな、うーんって待ってたら、お前、またその話でもう一段階行こうとしてたやんやけど、お前、はい、嫁がって言い出したから、お、はい、はい、青いって待ってと思って、はいはい あのドラッグストアに織物シートを買いに行ったっていう話をしようかなと思っていやもうそれだけにしてな次行こなもう今で終わりましたいや終わったんか今終わりました恥ずかしいものですよというああそういうことねで俺と一緒に行ったとはい行ったんですああなるほどなるほどでもあのその時に同じくお尻肛門に塗る薬も買わないといけない一応買っといたらっていうことでボラギノールと織物シートをですね僕レジに持って行ったんですけど明らかにこいつケツから何かもめてるやつや <laughs> だって丸バレやなと思ってすごい恥ずかしかった店員さんそう思うよ <はい S 2> え,えってなんてなぜこの男はボラギノールとオリオルシートを買うんだ <laughs> 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 んあ、からが漏れてるうそこまでの観察力は店員さんにはないと思うけどでも明らかお尻がおかしい人は異常な人やということは伝わってるはずやただどういう教育をされてるのか分からないです大黒ドラッグの中国人の店員さん多いじゃないですか中国の方多いねありがとうございましたっていうのがまあ大体のことなんですけどお大事にって言ってましたねあれ取るね まあ明らか恥ずかしかったですよそれは外国の方にもバレてるレてま、ね、感じでしたね、はい、<laughs> 気付けてくださいね次リップクリーム買いに行ったけどどうするんだろうなと思って見るんかなってどんだけ乾いとんねやと思ってお尻乾いてる人ね、えーえー、<laughs> お尻乾いてるね、うん、飽きすぎてえねえいろんな話を太田さんとしたいなとそうやろお前もう俺の話全くしてないでお前ここ何回かはそうでしょそう s i x ストーンズの話聞かされてはい、はい 今日はオリーブシートの話。オリーブシート、はい。で、まあ、あの、今後の話と。うん。だから、今日、ちょっと、ツイート、ね、見させていただいたら。はい。ユニバーサルスタジオジャパンに行っておられる。そうなん。おお、でもね、遅か年ぶり。8年ぶりの U. S. J. です。はい。もう、今、行かないんですよ、ほぼ。はい。あんまり、そういうディズニーランドとかも。はい。あんまり、こう、恥ずかしくてね。行けないタイプの人なんですよ。僕、あの。はい。こんな顔してるでしょう、もう。こんな顔が。ミッキーの。 帽子とかこんなこうカチューシャつけてたら明らかおかしいの分かってるから自分ねだからこう行かないですよそういう場にはねまあまあ今回はもう男同士で行くっていうことなんで参加さそれは何ですかあ太田さんが企画したわけじゃないあじゃあのその発起人は別にいるんですけどねあの太田さん行きませんかって言われたからあじゃ行きます行きますでメンバーも 全然この聞かされてなくて。え、当日で。当日ここ集合で。しか言われてないから。誰が来るかわからなかった。けどまあ、その同じ新喜劇のレイチェルと。はい、はい、はい。で、あの、元新喜劇座員の。取慎太郎くんがいてました。そう、そう、そう。五期です。N. S. C. の二号機。同期ですよ。で、その N. G. K. でも、この舞台監督されてる、この前田君っていう子ね。ま N. S. C. の、もう同じ。二十五期の。で、その人が発起人で。はい、はい。そうで行きませんかって。はい。ほんで、当日集まったら、その三人が。 だという話。で、その4人で遊んだんですけど。なるほど。え、朝からですか。はい、時。え、十、十時。0時ぐらい。十時から。あ、もう十時か、ある、開演と同時に。開演と同時に。え、あの、遊びました、もう。さ、今の今まで。あ、そうなん。今帰ってきたとこです、ほんまに。え、どうでした。めっちゃ楽しかった。あ、お、人は多いです。いや、めっちゃ多かったです。昨日のなんか、その台風の影響かなんか知らないですけど。めちゃめちゃ多かったですよ。 えー、だってもう僕が行くその9時何分の電車ぎゅうぎゅうで満員電車でしょ、えー、ほんまにみんなそのいあの直通やからユニバーサルシティに行く人だけが乗っててぎゅうぎゅうやと思う平日の朝一ですよ、えー、そんなにしとんややっぱいや、っぱいびっくりしましたえ、こんなおんのってだから平日で3連休明けやから、はい、全然空いてるやろっていう思惑が全然外れました。まあそ で、あのライドは何乗られたんですかいや、ほぼ乗りましたよあの逆さから行くやつとあのの後ろね前から行くやつとはいあ、両方前も前も後ろも前も後ろもいや、お前のそれ繋つなげんねええねんもっと戻るやろなぜ分かるやろそんなもん前から後ろから前から後ろからあって思って俺。 ほんじゃお前が目輝かしてあ前からあ後ろからってダブルで言うたらそれ気づくわお前いくらなんでも気づくわまあそん捕まりました大竹さん捕まりました逮捕しましたけども。 ジェットーースタつ乗ったでしょも、うハリー・ポッターきましょうでもハリーーポッタね、一番おすすめやって、今もめっちゃ大人気じゃないですか、あんまあネタね、行ってない方もいるんで、すごいんでしょ、あのハリー・ポッターは、だって、あの、ジェでシー・ローリングさんでしたっけね、あの作家の方、名前が間違えたらすみません、ローレンスかローリングか分からないですけど、もあの作家さんがちゃんとあの場所に行って、フロリダでまず確かできてるはずなんですよ。フロリダで作るっってなた時に 自分の本でイメージしてるものの配列全部チェック入れてるんですってえマジでだからフロリダにあるのと全く同じものらしいんですあ日本にある寸分違わないらしいですそれぐらいのクオリティのものいやでもほんまにすごいクオリティだと思ったほんまにもうほんま別世界みたいですハリー・ポッターの世界だけはうわってなったもんテンションめっちゃ上がりましたもうハリー・ポッター見てたんでああ見てましたかはいでその アトラクションがあるんですよね。あのー、そのすごいライド系なんで、ね、そう<れ>ライド系のね、こうジェットコースター系の乗り物がすごいです。はい、で、僕ねちょっと乗り物酔いをすぐするタイプの人間なんです。はい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 、はい、だもう僕ともう一人その三取慎太郎くん君は、はい、あのー、乗って数十秒で目をつぶりました。あ、<laughs> もうあもうあかんと思ってこれは。酔うと。酔う。もう。 あのその前に、あのー、なんですか、こクモ男スパイダーマンあ、そう、スパイダーマンえ、ほんまですかいほんまですかパッとすみません、もう飲み物置きました、すみませんほんまですか出てこんかったやんクモ男いや、これ分かるやん、もうこれでこれでもう怪人クモ男みたいないや、違う違う違う、そっちじゃない仮面ライダーのその敵役みたいな、そうなんじゃなく、はい いやこれ分かるやんこれかりますよでもそれが出てこない「も男」その三半規管の話悪者ですよも男なんてスパイダーマンはも男でしょうけどもうその直訳したも男や者がーが言うやつですよ悪者がーあのも男目みたいなねいや分かるけど出てこんかったからあとあとええ バックトゥー・ザ・フューチャー僕は今もうちょっとでバットマンって言いそうなのないやつ言いそうなのないやつバックドラフトとバックトゥザ・フューチャーがちょっと重なってあれ乗った後やったんでねなおさらねもうははいいちょっと風を感じないああいう室内ライド系の早いやつ確かちょっと三半規バグったもんははは、いいあのの人そ レイチェルとその前田君うわーなってたんだけどこの右端二人はもうこんなであもうあかんと。いやもうほんま全然無理。え？ですごいでも爽快感はすごい。どこで味わってんのは。そんなにぐったりしてて。目つぶってもわかりますよ。目つぶってても。何が起こってるかわからない。わからんけど声とその風だけでわかる。 いやでもほぼ何も楽しんでないね何も楽しんないね声だけはもハリー・ポッター」の声だけわーって聞こえてくるだけ。<laughs> <laughs> こっちだよって言ってるだけ。<う>うん、ああ遠くから聞こえるなーってう。こっちこっちこっち、早く逃げなきゃーみたいな。えー、でもだからその何かに襲われてどんどん。そうそう、なさらわーって襲われてんねん。はい、多分ドラゴンやと思うんだけど、あー、おーっていうのは聞く動いてる。目では感じてないけど。 危な,いよ危ないよって言ってた見てたほうがあーあーって言うてるほうが酔わないんじゃない,いやああって言うたらもうう右,右と左もゲロまみれやでそれでもいいんやったらええけど4人ではあでってやってるからあ目つぶってるほうがいや目つぶってたほうがもう,もうちょっとましやん、ね、それでもやばいんよ、ね、それでもちょっとさがが弱い人は気ぃつけたほうがいいかもああ僕バックトゥーザフューチャーはちょっともうこんなんですけどもう NG なんですよんなぜ あもうあのー、すごく気分が悪くなる。ほらほら、三半規管弱い。僕もだか乗り物用意するタイプだから、からあれはちょっと弱いでもハリー・ポッターはめっちゃ面白そう。お前乗ったのに乗ったのに,、ね、たのに面白そうやけど、三半規管が弱い人は注意してってこと。ああ<ー>、そう。ですスパイダーマンは大丈夫なんですよ。僕はスパイダーマンは僕も楽しみました。全部目開けてはい乗りましたけど、あ,ーあのー、ハリー・ポッターだけはね。 あ,あ、そうなんだ。ハリー・ポターってあのいっぱいお城とかいっぱいあるじゃないですか。あれはすごい。うん。その乗り物自体は一個しかないの乗り物は一個と、なんかその、あまり乗ってなかったんですけど、僕らが行った時は。そのジェットコースターもありました、なんか。あ、そういうの普通のジェットコースター、外側のジェットコースターもありました。はい、あ、そういうのもあるんですかそうでも、そのなんとかライド、なんかそのハリー・ポターのライド系の乗り物は、180分待ちぐらい。ええー。 そう,そ,うそ,うそう、3時間も待つの3時間待ちましたえ待ったんですか3時間もかかからなかったでですよでも言うても2時間行くかいかんかぐらいは待ちました、うん、でも、えー、それが一番最長ですねだそれまではなんかそのはあのー、USJ って、はい、あのー、みんな並んでるじゃないですか、はい、けど、はい なんかもう割り込みできるところあるんですよ割り込みというか端数出た時に乗れるところ人でもいいですっていうのに全部乗ってたから全員4人ともだからその塾女のおばさんと「どうもみたいな感じで一緒に遊んだりとかちっちゃいお子さんと「おもろいね」みたいな感じで乗ったりとかしててそれはもうほぼその待たんかったけど「ハリー・ポッター」だけその言うても10分15分待ちとか。 長くも30分15分待ちでそれだったらでもみんなでこう一斉に乗るのはもう1時間2時間待ちのやつも多かってんけどその端数のやつは全然15分待ちとか20分待ち行くわざらだからそんなにだ回ってないなるなるなるそうそうそうまあでも確かに一人で乗ってもあんまおもろないですもんねあのそう「ハリー・ポッター」はねはいけど俺はもう目つぶてたけどああそうそうそうでももうだたい大体いろなもの回られてほぼ乗ったよもうほぼ ここに来て一番前からあの…ベストライド上手上手上手ここに来て上手ただもう上手と完全に乗り物酔いする人が選べれてる上手一番無難なそそそうううエンターテインメント的な感じであとジュラシック・パークあああれは大丈夫ジュラシック・パーク大丈夫です外のライドはやっぱもう全然酔わないんですよははいいことかをね やるとこもバグるんですよ。脳がついていってないんですよ。だから。なるほど。野生人。どこ、どこ、うん、どこ、ここみたいな。なるんです。ジェネシス。ジェン、誰がよ。誰が。サルの惑星の。ジェネリックプラネット。違うわ。サルの惑星。レイチェルがでもずぶ濡れなってね、全部。ほう。え、この。今日寒い。そうそうそう。この。もうほんまに寒いのに。びっちょびちょで帰ってます。今。ええ。レイチェルだけ。大丈夫、それ。そう。上手でもびちょびちょなり。はい。 あの、『ジュラシック・パーク』でも一人だけずぶ濡れなってあれ『ジュラシック・パーク』もねその時、うん、その時でびちょびちょなるところちゃいますからそうはいでも最後何か知らんけどレイチェの端っこの席選んで全部びしょびしょになってましたあんだ俺これ聞いてないよって言ってなんか途中で恐竜から水かけられるとこあるんですよはいあれもあれも,あれも他のお客さんに当たらんとレイチェルだけ戻ることになってました <laughs> <laughs> いやー、こう<ー>おしっこかけられてるみたいな <laughs> なんだこれ聞いてないよ言ってでジュラシックバックのあの最後もああレイチェルだけびっちょびちょでしたへえ<ー>ふざけんなよおいって言ってました <laughs> まあなんかそういうのあったんでしょうね <laughs> そのレイチェル,ェルめちゃめちゃ面白かったですもうシャワー浴びたみたいな感じにってました<ー>あのみんなポンチョ買ったんでしょ一応そのポンチョ買ってなくて行ってわそれはそれはぬれるわあれは で、ポンチョ買ってないけどタオルでしのげると思ってタオルでみんなでああちっちゃいんだからタオル変わってたよはい、はい、でわーって3人ともこうやってたんやーン来た時ではい、はい、ガーッてやって、はい、で全然無事やったんもう今も濡れてないけどねでパーッて横向いたらレイチェルがもうにおいだしのびっちょびちょなりだ <laughs> それめっちゃおもろかった<ー>それだけは俺多分大爆笑したんもんジョーズはそなに濡れないですけどねジョーズも、なんか、 レイチェルのとこだけなんか知らないたんゃ。そうそう真ん中の端っこってなんか濡れるのか知らないはずなんけどだから最後バーッ倒しますやん上手。 でガーって焦げ丸焦げした時に一回ぶわってできますねそうそうそうあれがむっちゃかかるむっちゃかかってあの,あのお,お姉さんのライフルの水しぶきも、はいはい、レイチェルが直に当たってまし<ー>たあれはもうなんていう不運なんやろっていうぐらい <laughs> あのレイチェルがずぶぬれになってました <laughs> なるほどめっちゃ面白かったですねあんだけぬれる人おるみたいな男4人で行っておっさん30過ぎのおっさん4人でもう 楽しめるとこです本当に。もう言うて何時間ぐらいですか。もう十、はあ、時からもう七、ん、時ぐらいまでだったから。あ、もうそう十もう九時間ぐらい。九時間ぐらい楽しみましたよ。でもなんかいろいろ買い物もして。お買い物もしました。もう飯食って、はい、んでいろいろ回ってもう今あるないですよ。再入場できないんですもんね。そうやね。ね,<え>そうやね。あれだもう楽しかった USJ。 ただただ楽しかっただけですよいいですねもう今ちょっとパスが高いですもねそうねぜひ言ってくださいもうまああのジュさんがびちょびちょって言うとなぜかひわに聞こえるっていうからねやめなさい僕は今あの訪問がぐずぐずないやもうやめやめもうほらびちょびちょではないそういうことを言うからすいませんそっちに行くでしょ話がそうですよやめましょう。やめましょうねぐずぐず話禁止ぐずぐず話禁止ですもうせっかく僕来てるんですから僕にまつわる話 してくださいそうですよだってほらもう笑い声聞こえるってことは僕の話一切聞いてないんですよそんなことはないです大田さんは太田さんの話を楽しみにしてくれてる人もおるそーらそうです。そーらそうです。ースのだのこのコーナーに行きたいと思いますああはいレコメンネーションナブルスウィーグで倒してなんて言ったんですかリコメンデーションナブルス今週のおすすめでございますあーなるほどねあの これこのコーナーですね。えー、ゲストの方とお,お写真を紹介していただきましてですね、お話し,しようということでですね。こういうのをまいたんです。はい、であのすみません、この T シャツの方着ていただいていいですか？は？いや、はやないんです。あ、あなるほど。あ、なるほどなるほど。そこではやないんです。ね、え、これはこのまま着ていいの？はい、そのまま上からで結構ですね、で着、はい、ていただけますか？はい、お願いはい。ね。 いろんなコメントもいかいただいてますしね。3D は僕も頭おかしくなりますね言うて、え頭おかしくなってはるんです。いやいやもう、まその説明おかしいやろ。あと、まその説明おかしいやろ。頭おかしくなってはる。あとね今これからあの写真を紹介していただきますけど、写真も多分おかしい子なってる。おかしくないっつってね。すみませんが正面の。なんでちょっとおかまっぽくなってる俺。おかしくない。あ立たなくていいですよ座っていただいてはい大丈夫でいもる。大丈夫です。 まあこれですね、えー、皆さんご存知シーザー .jp で検索かけていただきましたら、えー、ご購入していただくことができますので、えー、未来のプロジェクトでございましてね。テレビも入れます、DVD、えー、もつなげれば DVD も入れますしえすえ100インチまで引き伸ばすこともできますから、えー、ぜひともですね、えー、必要だと欲しいなと思う方はお買い求めいただきたいなと思います。が。えーでですね どのお写真からでも結構ですか。なんかどれどれからっていうのはないんですけないですないです。あ、じゃあまずこれからあ、これアップサイドダウンですね。すみません。あ、これですね。これこれ今、じゃこっち見てください。こっち遅れますから。はいはい。あはいはい。あこれね。はい。今日の写真ですよ。これガラガラですやん。パッと見たら。これユニバーサルスタジオジャパンでしょ。そうですそうです。ユニバーサルスタジオジャパンね。あのこれね。はい。ちょっと見ていただいたらこのチャッキーのチャッキーはい。前なんですけど。はい。 チャッキーのところ行きたい行きたい言ってお化け屋敷みたいで怖いからってはいはいはい、はい、前田君がその何回も言ってるからね、はい、行ったんですよはい、ほんじゃチャッキーやってなかったんですよえでねチャッキーいつも入れるところにずっと待ってたら、はい、僕らの後ろパって見たらその日本語分からんからやろうと思うんですけどはい、はい、インド人の集団がずっと並んでたんですよ僕らの後ろにずっと <laughs> 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 ここやここやと思ってはい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 前田君間違えててね 今日やっってなかたんですよチャッキーがこれ見ていただいたでここにおトさんいててこれレイチェルいててこれ見たりですねこのあとねでここに前田君そうそうこのあとねあれに行ったんですよバイオハザードはいはいはいバイオハザードってこの団体で行くんですよはいでその1人1個ライフルを持ってうこのゾンビと戦っていくアトラクションなんで面白そうただねやっぱもうゾンビがもうリアルすぎて 女の子が多すぎたんですよ、僕らのグループに、女子高生とかカップルの方とかいろいろおったんですけど、カップルの人と女子高生がもうパニックになってゾンビがもう次々襲ってくるから、ライフル持ってるから、ギアーイってここにライフルを頭の上に、グワーって突進してくるから、ライフルが顔面とかにガンガン当たるわけよ、助けてください、ガンって。 えー、もう女子高生とかもう気ぃつけてくださいねもう今度から <laughs> え、その…女の人とかもうパニックになって銃あげるって言ってラー<後>もンを渡してくる人とかおったんですよそのゾンビは動いてるんですかいやもう人間です人間ですよえっ、ー、めっちゃ怖いですよだからま行っていただきたいんですけど行って体験してくれたらもマジでわかりますけどへえー、で, <laughs> でなんか最後にね、うん、なんかその言うたらあのー その解読せなあかんードがあってはい、はい、に僕が選ばれたんですほんでさあ君ら君君がその4桁の数字を入れるんだそれじゃらみんな助かるからって言われて、はい、暗証番号入れたそう,そう暗証番号を僕入れないといけないのにはい、はい、なぜかもう全くわけわからなくてあのー、自分の誕生日入れてもったんですよい<や>あ、それまで教えてくれてるんですか いや、だからどっかにヒントがあるのか知らないですけど「うん」って言何色番号最後に入れるんだって無理から僕なんかだから保湿に入れられてわーって入れてたら自分の何色番号がわからんから「07」「05」とか全部入れてたらバーンってしゅュってこう上げて「言うて。 ああもうダメ銀行もあるそうそうもうようわからなかったんですけど銀行の暗証番号入れたことないああそうかやふうちなみにちなみにちなみにそれやったとしたら何番入れたんですかえゼロ七ゼロ五ですば一緒ですでえなリソナ銀行でしたかそうリソナ銀行リソナ銀行金魚大盛り金魚大盛り今日もすぐお前暗証番号入る そうですね全部なぜこちゃいますよなるほどね近畿大阪銀行近畿大阪銀行太田義信調べていただけたら違うわお前こんな話しちゃうやろお前 USJ のなるほどえ、でもチャッキーはやってることはやってるんですやってるんですけども平日やってないんですよ金土日月間のえでもバイオハザードはずっとやってるバイオハザードはずっとやってますここの行列はなですこれこれは一応人並べますけどこれはで、これがチャッキーやと思ってここに並んでたんですよ僕らああーサウの後ろで はぁーらもう、国人はここやここや言ってはぁあの、インド人の家族連れとか全員並んでるなるほどねはいなるほどね、次行きましょうかはい、あこれ、逆さになってるよはいあ、これねもうこれを、それは、これはもうちょっとこんなに宣伝させてくださいはいあの、えー踊る新喜劇ということね本当は踊らないのに、踊る新喜劇ということえ、違う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 そんなとこ嘘つかない嘘つかないうん。嘘ついてないですねあのー、え踊ってね、かっこいいはい 『新喜劇』の座員とまた笑える新喜劇ですかはね。っていうねコラボですよ。踊ってかっこいいそして笑える新喜劇。 10月19日今週での今週も日曜日ですか日曜日です皆さんもダンス稽古やっててバリバリかっこいいダンスを同じく先ほど紹介ったレイチェル選手のしなな君ねニーナ君同期のーナ君で太田君でその高井さんはいなんで高井さんがへえチケットおいくらですかです 2000円です、えー、もう2000円なんですか安いです,、ね、安いですよもう、ね、ナンバーグランドか月でああ夜7時半からですねはいやってますんでもしよかったら来ていただきたい<あ>今からでも間に合います間に合いますね,ね週末空いてるよ 予定入れてないよという方もぜひぜひこの日大型の台風が来るとか来ないとかいやいやもうやめよお前もうまた来るとか来ないとかいう話もねもしかしたら昨日すごかったんからなナンバーグランドかすごかったすごかったですねあの台風の中もしくはおみこしちょっとありましたねおみこしわしやってたやろ俺やってられましたねグランドかけてもでなるほどねまあ台風19号が去った時の10月19日の19ですからもしかしたら20号が来てるかもしれないやめ言うてんねお前かもしれませんけれどないですよ皆さん 見てる方ないですないです今の段階でまだ新しいないですこれからもないです台風来ません19日開けといてくださいまだ行ったところですからね大丈夫ですよろしくお願いしますこの4人以外あのごご5名以外もね出演されるんですそうなんですよ女性もね踊るんでなるほどねはいもうぜひあのすごい裸でいや違う裸でストリップじゃなストリップじゃない違うちゃんと服着てる服着てる服着てます。そこは普通やけどなるほど新規液の女性陣も ま女性陣も踊る。踊りますんで。はい、あの男性ファンも必見です。なるほどね、話せない。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ。あ。いや、これ奈良健康ランドのね。はいはいはい。写真なんですよ。これグイグイみんなでやってます。けどたまたまこれ大脇が来てた時なんですけどもね。 これはあれですか太田さんの班そうなんですよ。僕も奈良健康ランドでちょっと座長を務めさせていただいてるんです。これ、大田さん、これの横誰ですかこれ。あこれレイチェル。これウィスパーです。ウィスああーえな何これウィスパーってあのウィスパーじゃないよ、もういいけど。あの…折り物シートじゃなくて。違う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 。違違ううそのウィスパーじゃなくて。じゃなくて。あの妖怪ウォッチのね。ウィスパーっていうキャラクターと、僕がジバニャンです。 あはい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 ないは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 い,い妖怪ウォッチのお話をされてたという妖怪ウォッチがちょっと出てくるというお話をしたんですけど、えー、な,るなるほどなるほど人面剣もここにいてってことですよこれ 似てるけど人面犬じゃないよなるほどねごめんこれがタックル長いで妖怪ウォッチですねこれ違う違うめだるじゃないよこれメダルじゃないよメダルじゃない丸坊主やけどメダルじゃないよ妖怪ウォッチの違う違うんですか違うマミちゃんとねそうですそうまだね12月僕の版がまたあるかもしれないんでねなるなるとぜひよかったらぜひぜひ来ていただきたいなと思いますよろしくお願いしますえじゃあ次いうどきましょうこちらでございます あ、これは何の写真台湾なんですよああ、これええ写真ですねこれいいでしょ、この写真ね雨降ってますけどそうなんですけど、あの言うユダ、千と地色の神隠しのあの舞台になったはいあの、クーフンっていう場所なんですよ、これクーフンはい、クーフンへえ<ー>ね。 でこれ山田兄さんと二人で行ったんですけども、はい、めっちゃ楽しいあ山田亮さん山田亮さんですご<ー>めっちゃ楽しかったんですよ<ー>。で去年は一島大樹くんとはいはいはい行きましたけど、めちゃめちゃ楽しいところなんでぜひ行っていただきたいいこのこの空風っていうところ前も行ったんじゃないですか？そう,いう考える行,行ったけどやっぱ毎年行っても楽しいへえ<ー>二年連続で行ってますけど台湾で台湾

ね、はい、はい、台湾ぜひ行ってください、はい、おすすめですではいでこちらでございますこれねもう、はい、の森田君もあれですけどはいはいはいあの「金の卵1個目」のトークイベントですよいはい、はいね、その次の日にありますあ、はい、そうですね踊る新喜劇が19日で,日で20日で20号の台風も来ません来ません20日の月曜日に「金の卵1個目の」のしかも今回はなんとこの「 森田信吉くんのテーマで話をします私がね、そのテーマみたいでもう今、あら探しで一生懸命ですこの前もね、佐藤くんのね、あのテーマでめちゃめちゃ話題を考えたんですけども今日、今回も森田くんのね、あのあらをめっちゃ探してあの暴露したいなと思ってるんでもうそれ聞きたい方はね、もうその地上波ではもう絶対に言わない話を そのイベントでライブでは言いますんでぜひ来てほしいもう多分あの当日まあぶっちゃけます10月20日でございますけどもぶえまだ一週間ぐらいありますけどはい多分おそらくこの当日の僕はあの織物シートしてると思いますよもういらんねその情報誰がお前その確認だけでもね来ていただければもう織物シートだけで出るじゃあいやいやわ どこに貼っつけてんねん。なるほど。いい写真ですが、いい写真です、皆さんのね、ありがとうございます。ありがとうございます。では、すはい、あんが、正面のほうを、シーザー .jp といいますね、よろしくお願いします。すみませんが、照明の方うを元戻していただけますでしょうか。いやいや、楽しいお写真を紹介してきまして、台湾だとピーチ国ですかという。ですピーチね もうねあのその悪い話ねちょっと何が言やったかというと結構狭いっていう話ですねなんすけどこのねなんかね僕の後ろの多分ですけどもその外国の方がねこう膝をねわかりますかねもう見えますかこうやってね寝てんっすよあそうしあなるほど背もたれの前ので僕ここ座ってるわけですね前にね じゃこの、狭いし、その言うたらシートがちょっと薄いんですはいで、膝をグってやるから僕のこの、腰にグーンってこう来てあー、えぇ、ー、そんなな変な技かけられてるみたいな P、えー、ってそんな、そんな椅子なんですよだから、パイプ椅子みたいなもん。じや、ちゃう、そこまではいかへんけどなんかこう、これをグーンってこう、うん、僕がこうはいはい、はい 押されたら押されたらこうなるこうなるんすよ「痛い痛い痛い」って言って僕ももうちょっと怒ってるからその「痛い痛い」でこをグーンってやるんすよはいはいはい向こうにねじゃあもう向こうのそうか違うこれ膝こうやってる人もでそうなのグーンってギャーンってなって向こうの人も違う国の言葉で「痛い痛いっってて言るすよ痛い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 」でもう痛い痛いの せめぎ合いやったんですよもう行きし行き <laughs> しむっちゃ腹立ってねええー、ぇ向こうからしたら帰りやったの台湾の方やったかわからないんですけどなるほどなるほど経由かわからないけれどもほんでその俺の後ろのあ横の山田兄さんがぱって見たらバーンバンってなってんの、ねうん、なんかこうな,なってるんですよこの黒グラグラなんやろうなってぱって見たらその

中身一体がええそんなのい戦いの中も三時間半かけてですかねなるほどねいきましたけどはぁー辛かったですもうまああのコメントでね昨日聞いたコメントいただいてますあ何すかピーチイコールお尻ということでございましてねやめとけ言うてんねん<ー>おほまー私も本当に蹴られてこうバットなりましたからねもうやめてくださいもうその話もう僕が来た時た、あのー、そんなんばっかり僕どうしてもですねこの大田さんにですねこう二年がかりで知っておかないといけないことがありましてですね <laughs> <何>ま、このユーストリームを見に来ていただいている方と、うん、ま、あ,あ YouTube 等でいろいろ確認していただいている方、おられると思いますけれども、今日やっとです、<laughs> 大田さん、やっとあなたに私からあお返ししないといけない。来た、来た、見てたよ、見てる人、<laughs> 今までユーストリーム、僕の回見てる人、ねっ、ほんま分からない方は、全然、っちゃ分からない今回見ただけやったら分からんけど、はあ、ほんま、本当に長い間。 ええ加減せぇよ、ほんま <laughs> お世話になりました、ね、いや、お世話じゃな、ね、いお前 <laughs> 犯罪やぞお,おそらくこの限りで合ってると思うんですけども <laughs> や、ってない、おかしいやろ、お前 これであってますかいや、のね、今見られた方はよく分からないと思いますけども実はですね、私が住んでいた前のマンションに今太田さんが住んでるんですす、そうですそうで太、ね、田さんが住んでまして僕こ鍵もお渡ししました全部渡したんですけども、うん、その当時私はあの今まだね彼女やった、えー、今の嫁はんと同棲してたので、うんうん、同棲って言うほどじゃないですけど出入りしとったんで鍵を渡してたんです。ね 嫁はんがどうしても前のマンションが好きやと、うん、新しいとこ引っ越してもこんなとこ嫌やって,ってあそこに戻りたいって言っててずっとこの鍵を持っとったんですお守りのように。私はいつ,、うん、いつかあそこに戻ると言って 持っ,とってですね、うん、でもこれは太田君の家だかそうやら、ね、俺の家やからな今持ってたらあかんと <laughs> もう犯罪ですよ聞いてますもう持ってたらあかんっつって<う>お前どうすんねんって言っていや私が本当にこの家にいたくなかった時太田さんのとこ行くっ,って <laughs> いやいやもうこんでええわもう <laughs> 寺じゃないんだから,だからそうそうそれは迷惑になるからあかんって言うててもでも私は鍵を持ってるって言うからいや持ってるやあれ持ってたあかんねん,んてもう犯罪やそれはもう返さなあかん不法侵入になるからね言うててう嫁はんにもう今回もう太田君がもうゲストやから返すって、うん、もういかれへんの教育せよお前 <laughs> 教育しとけよお前がお前 もう行かれへんとやるかだから不法侵入や言うてんねんもうあそこには行かれへんのもうこう来たらあかんねんで鍵もう2年前に私とかなあかんもんやねん俺はおそらくこの鍵で合ってると思うんで合ってるじゃないねんお前もしかしこの鍵じゃもしかしてこの鍵じゃなかった場合嫁はんもう飲み込んでんかもしれないやめえもう来るやないかお前の嫁はんようてきるようてやんお前ようてきたすんませんもうようてるね森田君の嫁僕何回も見てるんですよ いやもうそれはや,う <laughs> はやめましょう嫁の話やめましょうお前が振ってきたからやな <laughs> 俺言うてるだけでその不随みたいな感じやっとですやっとですもう本当ンもに儀式的なもんで本当にもう, <laughs> もうやっとこれを渡してきるだとってやっと渡してきるんやもう謝罪が先やろお前は無料、ま、いや,カ,無料や、ね、カンムリじゃねでなん何でお前がカンムリやねんまずもう謝罪の一言な,なかったらおかしいやろお前 2>, <laughs> 2年やぞお前2年はお前俺の鍵持ってってんぞお前 俺の家のお待たせしてお待たせいやいや誰が待たせたねいや待たせなんで上からやねだからこの鍵は言ってる待たせたねいや待たせたじゃない。返しとけこれはもらいましたんでねはいようやくですもうもう大丈夫だと思います多分この鍵で合ってると思うんですけどちょっと待ってちょっとなんで焼け焦げてんのお前何 何があってお前の家でさ分からないです嫁が多分あぶってたんだと思いますあぶるな夜な夜な鍵をあぶってたんだと思いまするなうちの家の鍵にできないかなと思って最高サイしようとたサイクすなお前は教育しといてねやっとですもし会わなかったらとしたら逆にうちの鍵かもしれないのでそうなってきた太田さんが犯罪者だいやいやいやその前2年犯罪者やから俺またその新人も新人やけど犯罪者としては新人やけど いいや本当にとありがとうございますもうこのユーストリームでずっと未だ未だ、はいまだいまだ今か今かと待ってたこの鍵ですよ、はい未だに返してなかったやつそうですよ今日返していただきました、はい、本当にありがとうございますも返しましたからもう、まあ、この話はもうこれでね、はい、もう,終わりとう今後太田さんの家で不法侵入や何やらもうなんか物取りの音とか言われても絶対僕じゃないですからねこれが合えばなま,まだだってもう照合してないから分からへんやん 全部あるやんお前の鍵ちゃいますからねちゃいます家の鍵ちゃいますちゃいます絶対絶対これですこれやなと思いますほんまはいだから嫁が言お奥さんの鍵嫁はもうこれ終わって「三輪の鍵」って言ったんであっ三輪は三輪です僕持ってるやつはい分かりましたじゃあこの鍵いただきましたんで太田さんは今日この鍵を持って帰られますので皆さん帰り道太田さんを見かけた場合ですね鍵を持っておられます で暗証番号は0705やめとけもう副所線でええやんもうその話終わってんん北大阪信用金庫北大阪信用金庫って誰が言うてんお前近畿大阪銀庫いや近畿大阪銀庫言うてもあかんけどやめとけ言うてんねんなるほどね理想な系列ですけどいやもう言うな言うなまだドロップのほんと時間ございますからおとさんの好きなことをやっていただいてでその振り方もう雑ちゃう俺毎回さ俺毎回さもう森田信義アワーで言うてるけどもうこもう このあんまり言いたないねんけどさ俺ゲストやでゲストですよゲスト的な扱いお前がしてくれたこと一切ないただゲストのゲスはゲスと書くいやいやもう下の州と書くいや違う大田さんの時のゲスじゃないゲスと僕みたいないやいやい僕とゲスって言うゲスと僕ってなんやねんおかしいやろそんなもんお前日本語的にもいやいやそんなつもりはないですけどないですよだからあの本当に今 山ほどアピールするいやもうそんなふりやめてやその話の流れでいくんやったらええけどさでもあのじゃあ早速早速じゃないですねせっかくでございます早速とせっかくでございます早速とせっかくをまずせっさくって言ってるでしょ俺大丈夫ですからめちゃくちゃやな改めまして告知の方だけねああそうかそうかはいやっていお願いします。ますやっていただきたいと思うんですけどもはい10月の19日19日日日曜日7時半7時半からですね えー、ナンバーグランド花月にて、はいえー、踊る新喜劇<う>、ね、歌あ踊ってかっこいいそして、はい、新喜劇もやるんで笑える、はい、そういうね、あのー、新感覚の新喜劇やりますのでミュージカルいやいや新喜劇めちゃめちゃ踊る新喜劇あってもええやんっていうのはサブタイトルいてるんですかこれは僕知らなかったですけど3回目にして初めて知りましたけどいやでも本当に。うん 皆さんがちょっとあと驚くようなはいその皆さんまだねこのダンスもね日に日にこれ三回目なんですけど、はい 上達していってるしかっこよくなってるし踊りのクオリティも上がってますし今回ヘッドスピンというのに新しく挑戦されるということで誰がなんでやねんお前。頭あれぐる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 回ってたらそれはすごい成長よでもそれの練習のために「ハリー・ポッター」のライドで三半規管を鍛えにうかないうそんなとこでお前鍛えんでも鍛えれるやろ三半規管鍛えるためにハリー・ポッター行ったんちゃうんやからの休日で行ったんやそうなんですかいやでもホトに いや違う違う違う勝手なお前解釈すないやでも本当にね皆さんのクオリティも上がってますしまた皆さんがまた驚かれるような出来事もありますんで出来事があるよかったら太田さんの小指が折れるかもしれないというそんなことはないねもう今ちょっともう肋骨折ってるんですよ僕うわ驚きってことでございましたいやいやもう短い短い驚き新喜劇 いや踊る新喜劇ですはい肋骨折る新喜劇肋骨折る新喜劇じゃないですへえなぜ肋骨が折れてるんですかこれは普通にあの趣味の格闘技で折っただけですけどもえちょっとこのなんかこれで足も腫れてましたなんか先ほどコメントもありました足大丈夫ですかあありがとうございますあの足はね大丈夫です歩歩いいいいててまますすお前がが答答ええ俺はは足はねちょっとあのガングリオンいうてはいあのこの骨と骨の間にこの 液体があるんですよこのはいはい潤滑油みたいあれがね破裂してもうはれはれ上がってたんです骨折ぐらいはれ上がってたんですけど<は>僕もじゃあガングリオンかもしれないね違う違うもうその液体じゃないでしょ破裂して出てきてんの <laughs> ガン… <laughs> お前どこがガングリオンかもしれない、ね、<laughs> いやいやお前どこが破裂してんじゃんここも <laughs> いやいやいや こガンングリオンかもしれれないいですねいやなんやねんそれいややそ新しいやつじゃあそこの話に戻すのやめてくれへんかなすいませんね最初から最後まで、はい、今見られた方は何のこっちゃ分からないと思うので一番初めから見てください <laughs> だ、ね、ほぼ6割方下ネタしか喋ってない僕の回いや,い,やい,やいやそんなことはないですで,でそのガングリオン そうガングリオンやったんで今も引いててね、晴れもね、よくなってるんで大丈夫ですていうこそのなんか、太田さんがやってる格闘技界みたいなね、サークルみたいありますやんか、ああばら骨を折るぐらいの、そののことないや僕がやってるのは、試合に出てる方とスパーリングやるんですよ、本ガチで。ものすごいパンチ、すごいんですよ、キックも。 で、でこれで僕も結構負けず嫌いのタイプなんでガンガンいってまうんですよ、うん、でもう痛い方の足で蹴りまくってたら、うん、<laughs> ガンくるようになったんですよへ<ー>えあいうてやるやてほいこれ肋骨は肋骨はなんかその「いややめよお前」いや,いや違いますよなんか膨らんでるからちお前いや <laughs> 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 もう立ち上がるわお前 大丈夫大丈夫そのドンとかありませんからああそういやいや一緒やいや似た似た似たバチ当たってお前がそんなことするからえかけせよお前なんかゲストや言ってるのお前ダメだよどうですいやもうええよそのくだりはもう 何やねんゲスってお前見下しとるやないかほんまはいやめなさいほんまなるほどはいというまあ大丈夫だということで大丈夫ですよ踊りにも支障ないんで大丈夫ですもうやめもんまた会ってんぞお前はもう大丈夫ですお父さん元気ですはいいやいや元気ですほんまに元気ですはい真壁 v ス太田を見たいっていう真壁さんって誰ですかね プロレスでしょあななるるほどねいや違プロレスじゃないです、僕、10月19日に見れるそうだ。いや、違う違う、踊るんや。ゲスト、まっか、踊るんじゃ、踊るんや、格闘技せえへんわ。なるほど格闘技、新喜劇じゃないんでね。円でねはい、もうあの見れますんで、よかったら19日、日曜日、踊る新喜劇見て、夜の7時半からね、はい次の8時からね。翌日ね、翌日、月曜日、ザ・ h ザ・ポケ e ですね。で、8時からでございます、金の卵1個目トークライブを行います。えー、前より当日ともに1000円でございます。1000円です、安いんです。 <で>大野さんは、えー、吉田隆さん、はいえー、前田真希、はい、私佐沙大一郎君、えーえー、松原信也君、はい、いますのでね、えー、ぜひともあよろしくお願いしますそしてですね チラシがやっとできましたなるほど、これね。はい、t h e s, <S e c o n d c i t y j a p a n、えー、10月28日火曜日、えー、震災バスジャニーズ、えー、そして10月29日水曜日、えー、京橋ベロニカ、えー、どちらも7時半からですね、えー、前売り2000円、当日2300円、えー、まあ、ど,どちらもですねベッド、ドリンクダイナリー、ワンオーダー制でございましてですね。えー 台本なし、道具なしそこにあるのは芸人の腕と覚悟のみという即興コントの新ジャンルのイベントでございますぜひとも見に来ていただきたいと思います先ほどの私の肛門を潰したンさんも出られますのでいやこれ、メンバーめちゃめちゃ豪華ですよ。昨日のキングオブコント決勝で出たね秋菜とバンビーノも出ますねすごいですよ。これから私と山本ちゃん えー、そ藤崎マーケット、田崎とかいろいろユりやんレトロとかいろいろ出ますのですごいぜひとも見に来ていただきたいと思います,すいはいそういうわけでございまして何、はい、やかん言えてです、ね、1分オーバーしてしまいましたな何やそれお前はいあかんがなあでも全然あの太田さん特別企画ならあと1時間もしよければい,です <laughs> いやもういいですもういいですもう1時間しゃべる気力はないです、はい、僕にえー、こちらの方にですねあ11月えーあ十11月3日本当です 忘れてました。一番大事な告知。何年も。一番大事な告知でした。何それ。ええ、十一月の三日、ええ、座長え私とあの乳首ドリルの吉田隆さんとで二人でイベントあります。ええ、これザザハウスでございました。チケット二千円で発売中でございましてですね。ええ、これは矢野さんでございますね。ヤノさんでヤノさんでございます。矢野さんでございます。はい。が日向ぼっこして。はい。日向ぼっこしてあるんです。ええ、全決して出ません。 決してご本人出ませんスケジュールも空いてないということで出ませんので、えー、あのチケットもっか発売中でございましてです、ねえー、なぜ売れないのかなと思ったんですチケットがこのチラシにですねチケットの買い方が一切載っていないというんとんでもない落ち度い、はい、全く載ってないんですそれは売れチの、えー、Y コードだけ載ってましてその Y コードをさどうやって使っているのかよくわからないただここで「チケット吉本」で検索とか書いてますが。 えそんな感じですいやいやもう雑やったら隠れないのかなと思ったらそういうことやったんです雑やんお前はい電話で買いますお、ほんまはい <laughs> いやいやだから <laughs> ちゃんとしゃべらないと私のツイッターでですねチケット吉本電話番号が出てますのでぜひともそちらのほうで Y コードでですね予約していただきましていただきますようによろしくお願いしますザザハウスでございます10月3日祝日ですから2000円お願いしますよろしくお願いしますということでございまして大座さんに鍵も返せたことでございますし私の肛門も治りつつあるということで治らんやろお前れは病院行きなさい 次回にはね、必ず綺麗な校門の時でに、また吉田さんに来ていただきたいでと思いやいやいや、ちゃんと呼んでよ、俺、ますよ半年に1回じゃなく半年に1回じゃなく、あでも僕、本当にね、来年の3月末ぐらい、本日どうもありがとうございました、おい